せーの、うさぎ TV ぴょん。はい、ということでですね、はい、ちょっと照れがあんなオープニングな、まだ。はい、今日はコウキ君やっていただきました。はい、うさぎちゃんとコウキでございます。よろしくお願いします。今日はですね、はい、ちょっと名前ない、ともし銀座にやってきました。何しに来たかと言いますとですね、はい、差別解消法が今年の4月から新しく、変わったということですね。具体的に何が変わったかというと、合理的配慮の義務化っていうのがこう定められたらしいんですよね。そうそうそう、だから車椅子の人でも、うん、はいはいはい、なんか入りやすいお店を増やしていくとか、そういうことをなんかやっていこうみたいな、はい、ですよね。そう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 、だから今回具体的にそのお店がいっぱいあるんや、はい、それをちょっと実際に行ってちょっとどんな感じなんかっていうのを調査していこうかなと思っております。はい、まあ、その車椅子の俺と南城のうさぎちゃんが、まあ、入れる、まあ、そんなお店には、まあ、このステッカーをね貼ってもらえるようにちょっとお願いしようかなと。で、まあ、書きました。これめっちゃ可愛い。何これ、うさぎちゃんのこれそう、まあ、あともう一個裏目的としたら、今回は、まあ、うさぎちゃんと俺の、まあ、デートみたいな感じでなんか休日のカップルっぽいよね。でそのつもりで来ています。声が芽生えたらどうしちゃおうか。うん、まあそれはね、まあその合理的配慮っていう意味では、まあなんていうかな、いろいろ考えないといけませんね。ちょっと何言ってるか分かりませんけど、すみません、申し訳ないです。じゃあ行ってみますか。そうなんですよ、ちょっとあの東京銀座俺初めてやからですよ。私も初めて。食べ歩きしながら楽しみながらやっていきたいなと思っておりますので、まあ、じゃあ早速やっていきますか。はい、早速行きましょうか。じゃん。あ、みんなお店にさ、スロープについてるとこが多い。そうそう、パッと見ね、大体いけんのよ。ほら、例えばさ、こんなスーパーとか見て、スロープがあるから、でもほら、全然いけんのよ。え、見て、洋菓子屋。じゃ洋菓子屋、和菓子か。和菓子屋かな。え、どう、和菓子食いたいとか。ほら、和菓子。和菓子、かわいいじゃん。おしゃれだね。ちょっと早速、ちょっと行ってみるか。ここ。ちょっと許可取ってみる。なんて読むんだろう、感じ。すいません。あ、すいません、ちょっとだけ今 YouTube の撮影してるんですけど、カメラって動かしても大丈夫ですか？はい、すいません、ありがとうございます。すごい、和菓子とか。あの、ちょっと早速なんですけどね、車椅子の人でも入れるお店ってどんなとこがあるんかなみたいな感じでちょっと調査してて、このお店めちゃくちゃ入りやすかったんで。車椅子のお客様って結構よく来ます？そんなことないですか？年寄りとか、ああ、娘さん連れられてくる形の方が多いかと思いますが。なるほど、だからこれ段差とか一切ないですもんね。そうですよ、めちゃくちゃ入りやすいです。入りやすかったな、一人でも全然。ちなみにこのお店でこの、ま、いっぱい商品あるじゃないですか、はい、一番のおすすめって何なんですか？ころがきっていう、あのこちらの上田の菓子が明治神宮の貢献メーカー。あ、これや、はい、おいしそう。コロガキ、へー、え、初めて見る。そこをいただいてみようよ。こちらが結構もう創業長いんですか？そうですね、大正8年からですので100年ちょっとになります。すごい、大正8年、だって賞とかめっちゃ取ってますよ。うわ、老舗も老舗。このコロモガキは中は柿なんですか？中はこしあんで、外側牛皮でくるんであって、こしあん牛皮で柿に似せて作ってる。そうですね、柿を干して、こう吹いたのを表している上の菓子です。なるほど、じゃあちょっといただきます。どんな一口でったら、おいしい、上品。なんか大人になった気分。じゃあ私、アジサイをいただきます。アジサイいただきます。あ、美味しい、うまくて美味しい。美味しいな。あの、周りが寒天になってて、その寒天でさ、甘いが、
なんか、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、食レポ苦手よ。食レポマジで苦手。でも、うまいんだよ、めっちゃうまいね。僕らね、ちょっと今ステッカー配ってて、はい、よかったらでいいんですけど、店のとこにこれ貼ってくれたら、はい、そのいろんな人来やすいかなと思ってて、はい、いいですか。はい、ちなみに今貼るとかできたりする。そうですね。いいですか。いえ、十分十分。いや、これちなみに彼女はあの難聴なんですよ。あと耳がね。そう、で僕車椅子やけど、すごいいいとこやな。会ってもらいました、はい、青柳さんに皆さんぜひお越しくださいませ。また来ます。行くか。じゃあ腹減ったわ。なんか食いた。和菓子も食うともあるけど、うん、なんか食いたいな、ちょっとそのなんかフード的な。たい焼き、わかる、たい焼き屋さん。あ、ギリギリいけるんじゃない。あ、なんか無理かな。はい、あ、でも怖くない。後ろ持って、後ろ持って、怖くない。後ろ持って、後ろ持って、後ろ持って、いいよ。はい、あ、重い。いけた。完璧です。あ、なんかこのチラシを配った。あ、そうなんで、娘が小学校で、でも普通の小中高と行ってて、これは本当大事。ちょうどサミ TV っていう YouTube です。うん、なんかオケしてるんですよ。うん、サミ TV？ そう。これを差し上げればいけますか。これをアクセスしてもらえれば見れます。ぜひうちの娘も呼んで。ぜひ。それだと演者力がいる。YouTube でウサギ TV っていうのをやってて、カメラ回してもいいですか？うん、いいですか？うわ、嬉しい。で、ちょうどね、このね、冷たい焼きっていうのを食べようと思ってるな。そう。どっちがいいだろ。一個集中できる？オッケー、じゃあ一個ずつください。すみません。はい。ちょっと今ちょうどこの銀座でなんか車椅子とかでも入りやすいところどこなんかなみたいな調査しとって、この店すごくとかついてるじゃないですか。あれはいつつけはった。最初からついてたんだろうな。そうなんや。それで声が出ましたんで、入りやすい店とかステッカーとか貼ってくれたら嬉しいんですよ。わかりました。いろんな人来れるかなみたいな。いいですか。ありがとうございます。忙しいとこごめんなさい。ありがとうございます。すいません、いただきます。いいお店だった。おい、かかっちゃう。いや、これ以上いくと、ウィリしちゃう。ウィリしちゃう。そうそうそう、あの急すぎるから。なるほど。ベストはもうちょっと緩やかなとこあったんですよ。なるほど。これまた簡単だったんじゃない。そう。そうやと思う。最初からって言ってあったけど。パーフェクトに出てきた。何やねん、これ。うん、デュエットになってる。お前一番照れてんじゃん。私はかからていただきます。これさ、うますぎるわ。うまっ。冷たい。中冷たい、夏に最高やねえ。あの黒胡椒線が絶対うまいと思うんだけど、あれ買わない。でもなんか、うん、黒胡椒線買おうよ。足立さんが行きたいって言うから行こう。プロフェッショナル。俺はそんなんやけどな。俺はそんなんやけど、足立さんがやいや言うから行こうか。なんていうとこや。千遊かな。聞いてみよう。ちょっと交渉してきて。はい。今お客さんが並んでるんで、並んで待ちたいと思います。ちょっと声もう一回登ってみてよ。あ、そっか、後ろには転倒防止バーがあるんだ。もう一回って詰め込まれますよ。水もんじゃねえんだからよ。あ、へえ。で、そっからウィリー状態を一人で解消することはできないんでしょ。あ、戻ればいいのか。はあ。こういう時は最初の第2枚からでして。うん。あ、なるほど。へえ。その辺は熟練の技があるのね。12年やらせてもらってます。車椅子。
こんなそこらの1年目と一緒に全然届いてほしい。昨日今日の車椅子じゃねえんだとこっちは、はい、そうですこっちとら、はい、すいません、今おはじ TV っていう YouTube チャンネルの撮影をしていて、車椅子の友達が外で待ってるんですけど、なんか違う子とかがあったから、うん、このお店に入りやすいなって言ってて、でよかったらそれを配ってて、車椅子に優しいお店、あ、認定シールを今配っておりまして、はい、わかりました。失礼します。はい、ありがとうございます。もしよかったらこのシールをお店に貼っていただけたら嬉しいなって思います。最後本社の方に確認してから利用代が出ましたら貼らせていただきます。じゃあなんか買おうよ。黒胡椒線買おうよ。黒胡椒。絶対やっぱりビール飲みたいにしたい。そう、ビールが飲みたいだけなんだよね。42店舗あるんですね、最近のものとかあるのとか、全店舗共通のものしか貼れないんですよ。ご無理なのないってことです。申し訳ございません。なるほど、なるほど。いや、でもただ車椅子入りやすいですね、このお店は。ありがとうございます。優しい。車椅子のお客様ってまあまあ来ることがあります。多いですよ、多いですよ。最初銀座はお年寄りが多いんですね。そうなんですか。ヘルパーさんとかに押してもらって、うん、なるほどね。そっかそっか。ちなみにあのお店に入るのはとても入りやすかったけど、店内を一周車椅子だと回りますよ。回るんですか、はい、一応ヘリーカーのお客様も多いので。あ、すんなる。まだ来ます。はい、ありがとうございます。まあそういうこともあるわ。黒胡椒で食べようよ。まだルイビだね。もうアダチ TV なってるで。はい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 、いただきます。うまい、うまいんよ。香りがすごい。いや確かに飲み物飲みたがるね。なんかのなんか飲み物飲み行こう。ルビー行こうよ。ルビー行こう。うん、いっちゃ旦那さん、いっちゃ旦那さん、いっちゃう。はい、戸越銀座。乾杯。俺なんかもっとハーレムな感じいやと思ってんけどさ、なんかさ、折り合うとかないん。なんかともかちゃんとかさ、なんかレイヤーリアリティとかやりたいねって話が出てた。障害者の自転車を集めてのレイヤーリアリティとかやりたいって最初から言ってんだよね。あ、そうなんすか。え、じゃあ俺も秘策ありますよ。秘策じゃね、あんまりね、恋愛の企画に消極的なんだよね、いつも。恥ずかしい。やるだったら真面目にやるよ。真面目に真面目にやる。出会い求めに行く。ずっと一緒にいたいな。はい。